はいどうも皆さんこんにちは、北島アクアティクスのシンシンです。本日の動画は初心者向けの、タッチターン動画となっております。結構初心者の方でタッチターンってつまずく方多いと思うんですよね。まあ、壁タッチしてから蹴るまでにちょっと体が壁から離れてしまったりだとか、そもそもどうやって回ればいいのかわからない、いろいろあると思います。今回どうやったら早く回れるのか、どうやったら綺麗に、次の動作につなげられるのかというところに焦点を当てて、タッチターン解説していきたいなというふうに思います。一応初心者向けの動画となってるんですけども、上級者選手であったりだとか、そういった方にもですねすごい参考になる動画かなというふうに思いますので、ぜひ最後までご覧いただければなというふうに思います。では早速本編の方移ってまいりましょう。どうぞ。Oh!
はい、いかがでしたでしょうか。今回初心者向けということでですね、細かく動作を分けながらちょっと練習解説していきました。手をつく位置であったりだとか、手をついた後の足の引きつけであったりだとか、引きつけて足を持ってきた後にどういう風に手を後ろに持っていくか、進む方向に持っていくかっていうところをですね、ドリル練習含めて水上水中映像を交えながらですね、解説していきました。まあまずタッチターンができないよっていう方は、今回紹介したあの練習をですねやっていただければ問題ないかなというふうには思います。で、選手とかの速い方でもですね、改めてそのタッチターンだったりだとか、細かい部分の大切さに気づいてもらえれば、嬉しいです。また、タッチターン以外にも、クイックターンであったりだとか、スタートだったりだとか、そういうところもですね、これからどんどん動画撮っていこうかなというふうに思っておりますので、ぜひコメント欄の方にいただければなというふうに思います。では、この動画が良かったなと思う方は、高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。